こんにちは、ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。今回は Xperia 1 Mark 5 の店頭セミナーの様子を、Vlog 上でもちょっと再現したいなというふうに思うので、今回それをやってみたいと思います。それと、今週は結構ニュースがたくさんありましたので、そちらのニュースもですね、一緒にご案内をさせていただこうかなと思います。最初にさらっと、今週のソニーショップニュースということで、まず今週一番最初に話題に紹介したいのはこちらですね、バイオ F14 と F16 の予約販売の開始。こちら、コンシューマー向けに、バイオが第2章としてスタートしたモデルの販売が開始になりました。従来モデルの SX とかモバイル系の結構とんがったモデルを今まで、バイオカブさんでは法人向けと個人向けと同時に、スタートさせてやっていましたけども、今回は思いっきりコンシューマー向けに振ってきたモデルということで、販売価格もだいぶ抑えられているのと、プロセッサーにですね、超低電圧版モデルを、使うようになったのはソニーバイオ以来になるんじゃないでしょうかね、というモデルが発売になりました。そしてそれと同時にですね、こちらバイオマウス、バイオブランドのマウスとして発売するのはソニーバイオの時にあっただけで、バイオ株になってからだと、ノベリティとしてのバイオのロゴの入っているマウスのプレゼントとかっていうのをしていましたけども、販売でバイオのロゴが入ったマウスを販売するというのはこれはもうおそらく10年ぶりぐらいになるんじゃないでしょうか。まあ、これソニー時代の、バイオマウスの一つですけども、これのが、バイオ F シリーズのヒットとかがあれば、ゆくゆくはですね、こういったバイオ P ですね、私のこれ最後モデルは末期で買ったやつなので、2011年ぐらいに買った、12年前に買ったあのパソコンになるんですけども、昔こんなサイズのバイオっていうのもありました。こんなとんがった PC の、販売も考えていきたいという話があるそうです。これもこれもバイオ F14、F16 の、ヒットがある前提にという話なんですけども、まあこれバイオ P 買うようなお客さんがですね、 F とか買うとはちょっとも思えないんですけども、周りの人でパソコンの買い替えを考えてらっしゃる方がいらっしゃれば、ぜひバイオ F14 とか16をちょっとお勧めして、バイオ復活というかですね、コンシューマー向けのとんがったバイオのスタート第2章の弾みになればなと思います。バイオマウスの方も、これ3850円で、購入できます。静音クリックというか静かに使えるマウスになっています。とてもお買い得だと思います。ぜひ購入してみてください。当店のホームページだと今のところブラックに人気集中してるんですけど、僕もさっき買ってみました。ネイビーブルーを一つ買ってみましたので、これを自宅で使おうかなというふうに思います。そして続いてのニュースはレオンポケットセンシングキットの出荷ということで、もう4月29日に、完売してしまった、モデルになりますが、よいしょ、今日もテレワークで、冷房つけないでこれで頑張っています。非常に、バッテリーの持ちが良くなって、バッテリー容量2倍ということですけども、今のところ1日でバッテリー切れたことはないかなと。これ今使っているのも昨日から使っているやつをそのまま装着して使っています。で、センシングキットの方なんですけども、今週はこんな、よいしょ、これがセンシングキット本体、そしてこちらがですね、3D プリンターで専用ケースを作られた方がいらっしゃって、780円で販売してくださっているので、それを購入してみました。いい感じでこうやってはまります。で、それに Amazon で買ったこのストラップのストッパーですね、これをつけると落下防止にできるかなと思って、私はこういう使い方をしています。こういうふうな 3D プリンターとかも今、センシングキットが機能強で疾患になってますので、そういうユーザーさんが使い始めてらっしゃると思いますけども、すぐにこれちょっとこのフックだけだと心配かなというふうな方もいらっしゃると思いますので、そういった方は早めにお出されるといいかなと思います。当店ブログで詳しいことを紹介してますので、そっちもぜひご覧になってみてください。そしてもう一つ、次が楽天モバイルさんの回線をちょっと、私の方でまた再申し込みしてみました。去年の、8月だったかな、0円プランが終了して、そこで僕も一回やめてしまって、今度は LINE モに乗り移って、PayPay 980円戻してくれるので、実質無料というのをやってたんですけども、そっちも終わってしまったので、今回は楽天に戻ってきたんですけども、なんといっても魅力はこちらですね。楽天ハンド 5G というスマートフォンが、なんと無料で、無料じゃないんだ、1円だ。
1円で買えるということなので買ってみました。指紋認証でこうやってアクセスできます。で、私はこの原神というのをちょっとあのゲームアプリに入れて試してみましたけど、一応プレイできます。読み出しにすごい時間かかるのと、ちょっとプレイするまでにちょっと時間かかるのであの省きますが、あのなんだろう、駒落ちするんですけども、プレイ自体はスムーズにできるかなという感じです。遊べないことはないかなと。ただまあ内蔵メモリ 128GB で、RAM が 4GB しかないので、あの複数のアプリを同時に使うような方だとちょっと物足りないかなと思います。何かあのもうブラウザージングするだけとか音楽聴くだけとかっていう使い方だったらできると思うんですけども、まあ世界最小の 5G スマートフォンとしては世界、横幅が最小なになるモデルなんだそうです。検討されてみてはどうでしょうか。特に医薬品とかっていう説明もないようです。そして、あとはマイナンバーカードの仮になるスマホ電子証明書ということで、スマートフォンにですね、あのマイナンバーカードの一部機能がインストールできるということになったので、それも試してみた記事を上げています。こちらもあの注目度が非常に高いんですけど、今のところスマートフォンでできることって言ったら、マイナポータルという、マイナンバーカードから入る政府の、ポータルサイト、ここのログインに今までマイナンバーカードをいちいちかざさないとログインできなかったものが、あのスマートフォンだけでの操作だけで、ログインできるようになったので、これが、大きな違いになるかなと思います。マイナポータルアクセスしてみると非常にあの僕はあんましこういうのって興味なくて見てなかったんですけども、年金の、支払い履歴が確認できたりで、概算なんですけども、将来受け取れる、年金のですね、あの金額が見れたり、あと医療記録が見れたりと、いろいろなあのマイナポータルから あちこちの政府の機関にアクセスできるように一応なっているので、一回見てみるとですね、割とこれは興味深いものになるかなというふうに思います。ここから Xperia 1 Mark 5 についての、話をしていきたいと思います。5月11日にプレスリリースになり、5月23日からソニーストアで、予約販売が開始される、スマート新型スマートフォンになります。今回のニュース、なんといっても大きいのはですね、キャリア版とほぼ同時期同じタイミングでの発売になるというところになります。従来だとキャリア版が発表になって発売になって、そこから半年ぐらい、最長半年かかってからSIM フリーが発売されるという流れだったんですけども、今回はなんとキャリア版ドコモさん、au さん、ソフトバンクさん、6月中旬発売予定で、SIM フリーは7月中旬発売予定と、たった1ヶ月のタイムラグだけで、今回は出荷されることになります。で、そのキャリア版と、SIM フリー版の違いを、現在分かっている範囲内で、一覧の表にしてみたのがこちらになります。まだ価格が未定だったりとか、未発表の部分っていうのは割とあるので、ちょっと空白だらけになってしまうんですけども、au さんで発表になっているところだと21万240円で、ソニーストアの SIM フリーが19万5000円と若干安くなって設定されています。そして、キャンペーンの方が全部がまだ発表になっていないので、ドコモさんでは今、ヘッドホンがケース一緒に買うと1万2000円の、キャッシュバックで、 au さんも、1万円のキャッシュバックで予約の時買ってくれば1万円のキャッシュバック と、あとヘッドホンとか周辺機器買ってくれたら2万円分のポンタポイントのバッグをやりますよとかっていうことが発表になっています。で、 au のオンラインサイトで買うと1万円とか2万円の値引き販売とかっていうのもやってるみたいなので、最大で4万円とか5万円ぐらい安く買えるようなキャンペーンを、まあもちろん別途のアクセサリーを買えばなんですけども、いうことをやるみたいです。で、ソフトバンクさんは、まだ価格未発表なのと、ゲームエディションしか販売されないのかなと。ゲームエディションというのは、エクスペリアストリーミングというこのアダプターですね、これと、エクスペリア1マーク4、これを、セットで使った時に、ゲーミングエディションというふうに、まあ、こうやってガチャッと入れて、おっとっとっと逆だった、こんな形で、使うもの方法があるんですが、これをもしかしたらソフトバンクさんこれ限定で販売するのかなというふうな、サイトをまだちょっと詳細が出てないので分かんないですけども、なっているようです。
で、ソニーストアも SIM フリーの方のキャンペーンの、まだ特典とかっていうのは何も発表になっていないのでわからないんですけども、本体カラーが、キャリア版はホワイトとシルバープラチナシルバーとブラックの2色で、ソニーストアの SIM フリーモデルは、これにグリーンが、加わって3色カラー、まあ、要するにグリーンは SIM フリー限定カラーモデルという形での販売になるようです。すると、メモリですね、ラムとロムが、それぞれ12ギガ256ギガになっているところが16ギガ512ギガに、アップデートというかパワーアップしています。内蔵メモリーの12ギガっていうのは、まあ、普通の人だったらそんなに、使い切ることないかもしれないんですけども、私みたいに、ログを取りまくる人間からすると12ギガあっても、メモリ足んなくてスワップをしてしまうことが多いので、16ギガあるとかなり快適に使えるなというのが、プロアイと、それとエクスペリア1マーク4、これを使い比べた時の感想です。いくつかのアプリを切り替えていった時に、メモリ足んなくてもアプリが落ちちゃったっていうのがプロアイだとたびたびあったんですけども、その頻度がエクスペリア1マーク4の方が少ないかなという印象です。そしてキャリア版と SIM フリー版の一番大きな違いというか、かなり違うのはこの専用アプリのインストールではないでしょうか。キャリア版だとどうしてもキャリアで使ってもらいたいアプリを最初から入れておいて、で、たまに、っていうか私がドコモのやつで使ってた時はあったんですけども、もうメモリに焼き付けられててアンインストールできないようになっているとかっていうことが割とよくありました。もう私ドコモ あのキャリア版買ったの5年ぐらい前になってしまうので、最近のモデルがどうなってるのかっていうのが分かんなかったんですけども、今回の楽天のこちらの、楽天ハンド 5G で買ってみると、やはりまあ今でもキャリア版ってすごいんだなというのような内容になってて、2画面にわたって楽天の専用アプリがドバッと入っているという状況でした。これすごいですよ。嫌味ではなくて、楽天さんってサービスがものすごく豊富に展開されているので、なんだろう、デリバリーサービスからビューティーサービス、車のアプリ、それあとは楽天イーグルスとか楽天銀行とか、もうとにかくそれぞれのアプリを全部こうやって本当に並べているような感じになってて、まあでも良心的なのはこのアプリアインストールできるので跡形もなく消えるので、そういうの全部消していくと残ったの5つぐらいしかアプリがなかったなというような状況でも、ほぼ素にそうやって戻すことができます。まあそれがキャリア版と、SIM フリー版の大きな違いになるのかなというふうに思います。他にも、まあ今最近今回の今世代のやつだと、キャリア版でも eSIM と物理 SIM と2枚使えるようになってたりっていうふうになってますけども、まあ SIM フリーの先輩特許だったのがデュアル SIM といって、SIM カードを2枚させるようになっているものだった。そうするとメインの、通信 SIM のデータをあんまし使いたくないな、制限ギリギリだなとかっていう時には、楽天 SIM とかを楽天モバイルの SIM をダブルで挿しておいてそっちを使ってみたり、もしくは会社の、電話番号とプライベートの電話番号を2台の2つの携帯番号に1台のスマートフォンで使ったりということができるようになります。今世代のモデルでは SIM カード1枚と eSIM という電子 SIM ですね、これが使えるようになっています。今回も SIM フリーモデルはそうやって eSIM と物理 SIM 使って、さらにそこにマイクロ SD を今度させるようになったというふうになっていますので、そういった使い勝手も SIM フリーの、まあ、メリットだったなというところになります。ただ、それだけではなくてですね、通信バンドのメリットというのも実はあって、それがこちらの細かい表になります。黄色いところがですね、それぞれのキャリアが自社で使っている周波数バンド、それと、丸がついているところはもうソフトバンク と、ソニーストアの SIM フリーのところにしかないんですけども、まだドコモさんと au さんが未発表なので、それが、実際に販売しているエクスペリア1マーク5で対応する周波数バンドになっています。同じモデルを売ってるんですけども、キャリア版と SIM フリーでは、対応する周波数が違ってたりで、キャリアごとにここの使える周波数というのは変わって設定されて出荷になっています。
なので、ドコモさんで買った Xperia 1 Mark 5 を SIM をソフトバンクのものに入れ替えて使ってみると、ソフトバンクでは版では対応している周波数にドコモ版では対応してない可能性があるので、そうすると通信できるエリアっていうのにちょっと差が出てくるんですね。で、それが、なんていうんだろうな、 4G の時に起こってたのが楽天のモバイルのカードで起こってて、見てみると 4G のところにバンド18というところがあります。今の、ソフトバンクさんのモデルだとバンド18対応してるんですけども、楽天さんが出てきた当時はバンド18使ってるのって au さんだけだったんです。なので、そこの au ローミングを使ってる楽天さんが使ってるバンド18、これが使えないと au ローミングができなくて、ソフトバンクさんやドコモさんの、キャリア版のスマートフォンに楽天モバイルの SIM を挿しても、au ローミングは使えないという事態が起こっていたんですね。なので楽天モバイルで使えるのは実は楽天さんで売ってるモデルか、もしくは SIM フリーモデルか、もしくは au さんのスマートフォンということになっていました。それが、そういった問題というのが あるので、キャリアさんで売ってるモデルをそこのキャリアで使うのがやっぱり一番、通信範囲というのは安心して使えるというものになっているんですが、ソニスターの SIM フリーモデルはほぼ全部の周波数にこうやって対応しています。なので、ソニスターの SIM フリーであればキャリアどこのモデルを使っても通信エリアが広いままで使えるというメリットがあるわけです。そういった違いがあります。で、これは昨日時点、一昨日時点かな、Nparf というフランス製のアプリなんですけども、こちらで日本の新橋のですね、あたりをちょっと見たものです。各キャリアごとにドコモさん、au さん、Y モバイルになってますね、ソフトバンクさんのところは。そして楽天モバイルというふうに、それぞれの電波帯で 5G、4G がどれぐらい使えるのかというのを、計測して、ユーザーさんが計測してるんですけども、それをデータベースに貯めたものを、可視化したものになります。こうやって見ると、やっぱモバイル、楽天モバイルさんの 5G はまだまだ、ちょっと数少なめなんですが、今回発表でですね、au ローミングを、都市部でも、今度データ無制限でやり続けるというふうなことになってますので、この表がちょっとこれから6月以降変わってくるかもしれないですね。ということで、これがキャリア版と、SIM フリーモデルの違いになりますが、さあ続いては、従来の先行モデルの Xperia 1 Mark 4、それと、2021年モデルになりますが Xperia Pro i、 こちらの3機種の違いをちょっと比較してみてみたいと思います。まず簡単に、初言表を比較してみるとこんな感じです。もう今時点だと2年前の発売になる Xperia Pro i は価格がだいぶ下がってきてますね。119,900円ですが、新製品として発売された、2021年の12月の時点では198,000円で販売していましたので、ほぼ今回の Xperia Mark 5 と、同じぐらいのお値段になっています。その間に、物価上昇が入っているので、今回の1 Mark 5 の方が、おそらく物価上昇じゃなければ1 Mark 4並みの価格だったのかなというふうな感じもしなくもないですね。サイズはこれの通り1 Mark 4と5ほぼ同じくらいで推移してて、チップセットが、1世代新しくなっているということになります。SIM カードのところは先ほどの説明した通りですね。で、今回の Xperia 1 Mark 5ですが、最も大きな特徴がこちら、新開発のイメージセンサー Xperia T4 モバイル、こちらの搭載になるかと思います。Xperia 1 Mark 5のですね、正式発表の直前までですね、ライティアというソニーの、技術部門の方が発表しているブランドがあって、これが搭載されるんではないかというふうな噂になっていましたが、内容的にはほぼ同じなんですけども、ライティアというのはソニーさんから各他メーカーさん、スマートフォンを使っていらっしゃるメーカーさんにアピールするときのブランド名で、そこからカスタマイズして、採用していくので、ライティアとほぼ同じものなんですけども、 Xperia で使っているものは、Xperia T4 モバイル
というブランド名になって、技術搭載されるという形になります。今回のモデルで、大きな技術革新があったところは2点あってですね、まずはこの2層トランジスタ画素積層画素画素積層というもので、フォトダイオードと、トランジスタ層と今まで、一緒になってこうやって作られていたものが、今回2層化させてさらにそれぞれ容量を大きくしているそうです。フォトダイオードが大きくなると受光量が増えて、3倍ぐらいまで光を多く取り込むことができる多く取り込むことができる。なので、輝度差のあるシーンとかでは、ダイナミックレンジが、デジタル一眼カメラ並みというふうに言えるのは、ここの部分を言っているのかもしれないですね。それともう一つが、ベイヤー、配列のイメージセンサーになっており、これが、明るいところでは、4800万画素のセンサーとして使い、そして、暗い暗所のところでは、4つのセンサーを1つのものとして計算させて、それで 2×2 の画素でイメージを取り込むということができて、それと拡大されたトランジスタ層のおかげで低ノイズで撮影をすることができるというふうな仕組みになっています。プロセスセンサーのサイズ自体も大きくなっていて、Xperia 1 Mark 4 からはこうやって 70% のサイズアップ、結構大きいですね。アスペクト比、これもちょっと変わってて、従来だと4対3のものを使って、そこから動画の時は16対9を切り出して使ったんですけども、今回の、Xperia 1 Mark 5で採用しているイメージセンサーは、4.3 対3という、ちょっと変わった、アスペクト比 の, イメージセンサーを使っています。こちらにするとですね、静止画でも、52メガあるんですけども40メガ使えたり、動画エリアのところも 20% 広く切り取ることができたりというふうな、利点があると聞いています。これらの、センサーの違いを、違うセッター今までとはちょっと違うセンサーを1世代新しいセンサーっていうのを搭載しているのが Xperia 1 Mark 5の特徴になります。そして、そのセンサーを使って、搭載している、違いがこちらの表になってきますね。カメラ自体の焦点距離とかそういったものはほぼ同じになるんですけども、ここのメインカメラの 24mm ですね、ここのところが48MP、そして 1/1/1.35 で、120fps での撮影ができるものとなっています。Xperia Pro Eye もですね 120p が撮れるというふうなのがタイ文句で出てきたカメラだったんですが、使えたら 24mm だけで、広角の 16mm とか望遠の 50mm、 こちらの方では120fps という撮影はできなかったので、そこがちょっと違うかなという、ディスプレイに関しては1 Mark 4 と、ほぼ同じものですね、同じものが搭載されているとなっています。で、Xperia 1 Mark 3 や Pro Eye 世代からと比較すると、1.5 倍の、輝度を実現していますということで、これをですね、部屋の中で見ても、あんまり明るさの違いそんなに変わんないよなっていうのは、まあ、ショートセンサーがあるので、それで必要最低限な、輝度で映しているので、そういうふうになるんですけども、Xperia Pro Eye と Xperia 1 Mark 4、これを、直射日光のあたるところに持って行って置いてみると、あ、なるほど、確かに 1.5 倍の明るさにはなるんだなというのは実感できます。ただまあ必要な明るさが個人的にはもっともっと全然必要なので、100必要なところで、10と15かなという感じがしないでもないので、もうちょっと明るい画面がどうしてもやっぱ直射日光だと必要なんですけど、そうするとまあ、バッテリーとかいろいろなところに問題が起こるというか、よりリッチな部品が必要になってくるでしょうね、というような差で違うのと、あとまあ、あとは暗いところで見るとですね、なんていうの、色のりがよく見える、発色が綺麗に見えるのが、その Xperia 1 Mark 4 の方の輝度の高いものになるかなというふうな気がします。で、搭載されているレンズは、1 Mark 4 と、同じですね。で、あとはレンズの位置の違いが、個人的にはあるかなと思います。こうやって、センターのところに、レンズがあると、やっぱこうやって構えた時にですね、イメージしやすいんですよね。ここの真ん中にレンズが来てるんだなと思うと、向ける時に
あの自分でここの辺を表示あの中心にっていう風にできるんですけども、こうやってボディの隅っこの方にあるとなかなかそれがやりづらくて、あのイメージがしづらいというか、こうやってここの裏にあるんだよなっていうのはちょっと僕個人的にはイメージしづらいかなと思うので、そこはクロワイのメリットの一つかなというふうな気がします。続いてこちらはカメラの撮影機能のところですね。Sシネトーンと4モバイルというアルファではおなじみのルックがついにスマートフォンにやってきました。そしてクリエイティブルック、こちらもワンマーク5で使えるようになります。そして Vlog カムで最近搭載されている商品デビュー用設定というもの、こうして撮影しているときにですね、ザンッとやったときに、こっちの僕の顔の方にやっぱピントが来ちゃいますよね。それなので、着のものにフォーカスが来るようにという設定ができるのは商品デビュー用設定。レビューアーさんによってはこういうふうに自分の顔を隠すことで、あの一番近いものにフォーカスを合わさせるということをするんですけども、それをしなくてもですね、手前のものに合うのが商品用設定となります。自撮りしたりとか、こういうふうな、ビデオロゴ、自分撮りでする方にはちょっと必要なものになるかもしれないですね。よいしょ。これが、クリエイティブルックのところで、アルファだと8種類入っていて、足りない2つ何かって言ったら、セピアとモノクロです。まあ、それは、編集ソフトで色抜いちゃえばいいだけの話なので、まあ、それ以外のカラー、色物についてはこうやって6種類使えるので、例えば、旅行行った時にですね、目的地着くまでは、アルファをずっとカバンの中に入れてて、その道中はもう、スマートフォンで、ワンマーク5で撮っておいて、で、先方、目的地着いてから、アルファ使い始めるっていう時も、こうやってクリエイティブルック揃えておくと、続き物として、同じ素材で Vlog 作れるようになるのは便利だなというふうに思います。それと、このフォトグラフィープロというアプリを使ってやるんですけども、縦撮りの、こういうメニューに対応するようになった。それと、今まで従来の、従来モデルではこうやって、よいしょ、わかりますかね。これフォトグラフィープロの撮影画面なんですけども、シャッターボタンがなくてですね、ここの物理シャッターを押して、これで写真を撮らなければいけなかったんですが、今回、メニューの中にシャッターボタンが付くそうです。まあ、これで使い慣れてる人はそれ使わないんだけどな、というところですけども、観光地とかで人に写真を撮ってもらうっていうのをお願いするときとかっていうのは、こういうものがないと、どこで写真撮ればいいのって言われてしまうので、不安を与えないで済むようにできるかな、という気がします。そして、もう一つはビデオグラフィープロの方ですね。こっちは、フォトじゃなく、写真じゃなくて、動画を撮影するためのアプリの方なんですけども、こちらの方ではですね、YouTube のライブ配信機能、こちらに、いろいろな機能がついてくるようになります。今まで、YouTube 配信を生でストリーミングしながら、見てくださっている方のコメントを見るためには、もう一台、撮影しているスマートフォンと別にもう一台スマートフォンを用意して、これで、YouTube を見るようにして、それでチャット欄を 見たりとかっていうことをしなきゃいけなかったんですが、今回、画面の中でですね、チャットが確認できるということなので、それは非常にいいかなというふうな気がしますね。声有線マイクっていうのはこれどういうことか、ないかというとですね、まあ、Xperia Pro I にもこうやってついてたんですが、見えるかな？ここに穴がありますね。この穴というのが実はマイクになっています。それと別に、ボディサイドの左右にも、穴がついていて、これもマイクになっています。撮影するときに、普通に撮影するときは LR でこっち向きのマイクとこっち向きのマイクを使うんですけども、自撮りするときとかで、人のナレーションをするときは、正面のマイクを使うことで、リアマイクを使う。その代わりモノラルになってしまうんですけども、そういう使い方ができました。これと同じことが、ワンマーク5でも、できるようになります。あと、これはプロアイの方がちょっと優れている点になってしまいますが、シャッターボタンと、こっちにですね、コントロールボタンというか、一つ、自分で機能を割り当てられるボタンがあって、ショートカットボタンだ。ショートカットボタンという、自分で機能を割り振れるボタンがあります。これ、デフォルトで使ってると、フォトグラフィープロの方をキーシャッターボタンの方で。
でこちらのショートカットボタンの方をビデオグラフィープロに設定しておくと、静止画撮るか動画撮るかで、最初にボタンを押すことができて選択がすることができるんで、これも便利なんですけど、これも、プロアイのみ、ワンマーク5の方には通知が来ないような感じになります。それとあとは、カメラ と、デジタルリッチガンアルファとかの映像を取り込んで、それを、ライブ配信することができるんですが、その機能の時にですね、外部モニターの波形を出すことができます。あの波形表示ができるのはプロアイだけとなってるんですけども、海外 YouTuber さんがレビューしているワンマーク5の方に、その項目があるみたいだなということなので、これはちょっと実機見てみないと分からないかなと。あとはその外部モニターしているときに録画ができる機能はついているそうなので、これはすごく助かるというか、僕は今まで別のアプリ使ってそういった録画ってやってたんですけども、純正でできるようになると、それは面白いなと思います。カメラで本番の方の映像を記録しておいて、なんだろう、そっちの方で、あれですかね、プロキシ動画を撮っとくようなイメージなんですかね。どういう使い方するのかちょっと今思いつかないんですけども、なかなか楽しそうだなと。そして、ミュージックプロというアプリもついています。ワンマーク4で初めて見たんですが、これはですね、録音をした音声をクラウドに送ることで、ソニーミュージックが使っている、で、録音したような、なんだろう、エフェクトじゃないんですね。音を、整理してくれて、データを、音、きれいにしてくれるというサービスをやってくれています。今まで、ギターの弾き語りのみに対応していたものが、今回、ピアノの弾き語り、要するに楽器がギターのみだったのが、今回、ピアノにも対応するようになったということになっています。このミュージックプロはですね、初回、100メガバイトのデータまで、無料で変更することができて、以降は、毎月580円かかる、サブスクリプションサービスになってます。楽器を自分で演奏されている方とかは、まあ、ちょっとやってみたいなと、使ってみたいなというアプリになるかなと思います。まだまだ続きます。エクスペリアストリーム対応というのが先ほどのこちらですね。冷却機構、ゲーミング用の冷却機構がつくものになるんですが、なかなかこれはギミックとして僕はもう大好きで、ゲームのしてる時だけではなくて、よし、はい、今もうファンが盛大に回り始めましたが、よし、こうしてグラフ表示して、現在の状況が分かるようになっています。バッテリーの方から今13W のバッテリー消費をしていて、そのうちの 11W はファンがほぼ今全開で回ってるので、そっちに回してますよとかっていうギミック、内容、バッテリーの動作状況というか内部の電源の状況までわかるという、すごいアプリがついています。で、これはですね、ゲームアプリだけではなくて、それ以外のアプリを使っている時でも、動作してくれるので、本体が熱くなってるとかっていう時は、そうやって冷ましてくれるという機能がついています。従来は、これがですね、Xperia Stream 4 Xperia 1 Mark 4という名称だったんですけども、今回から4 Xperia 1 Mark 4が抜けて、Xperia Stream という短い名前のものにだけになりそうです。で、まあ、こうやって、常時接続でっていうか、もう常時装着で使いたい、アクセサリーになるんですけども、試したところ、これこのままピッて、JR のモバイルスイカで入れてる端末でタッチしてやってみたら、それでも全然普通に通れますので、常時接装着でもこれ使えるかなと思います。ただ冷やしながらファンを回す電力全部スマートフォンから持ってってるので、相対的にバッテリーに優しいんですけども、使用時間は短くなるというデメリットもちょっとあるので、まあ、バッテリー接着しながら、USB ケーブルつなぎながらだったら、いいかなと思います。あとは有線 LAN もついているので、無線でちょっと混み合ってるところで使うよりは、有線で接続したいなということもできるし、HDMI 出力ここについているので、画面を、HDMI で抜くこともできます。なかなか、拡張性に優れるアイテムなので、せっかくワンマーク5をお持ちであれば、これも、購入された方がいいんじゃないかなという気がします。で、新しい新機能としてはですね、これ従来のワンマーク4だと、ここのシャッターボタンをこうやって押すと、
あのファンが止まる、ファンのオンオフにこれなってたんですね。ところが、今回はですね、これをシャッターボタンを押すと、それでスクリーンショットが撮れるようになるという、実用的な機能も加わるようです。先代の Xperia 1M3 と 1M4 で、対応していた、Xperia View、こちらは残念ながら今回非対応になるということです。その代わりですね、これ29,800円とか29,700円とか約3万円近い値段で販売してたと思うんですけども、パッと今回見てみたら、なんか16,500円という、ほぼ半額に近いぐらいの値段で、4割引きか、ぐらいの値段で、販売されてたので、Xperia 1Mark 5はあいにく非対応になってしまうんですけども、1Mark 3とか 1Mark 4をお使いの方は、ちょっとお買い得なんじゃないかなと思います。私もこれ出た当時で遊んでたんですけども、リコーシータとかいう360度カメラがあると、これで作った360度映像を、VR で見ることができるので、自分で作った映像を自分でこうやって楽しむというかは、人に見せるためですね、撮ってきた360度映像をちょっとこれ見てみって言って、うちに遊びに来た友達に見させてあげるとかっていうのをやると、ちょっと楽しめるかなというふうに思えます。ワンマーク3から乗り換えられる人も、最後にこれ買っておいて、もうワンマーク3かワンマーク5に乗り換えるんだけど、下りとかに出さないでワンマーク3を予備機として取っときながら、そういう VR マシンみたいに使うんだとかっていうのもいいかもしれないですね。で、バッテリーの方は 5000mAh なので、これはワンマーク4と変わらないかなというふうに思います。いたわり充電というのが今の、Xperia には搭載されていて、バイオと一緒ですね、充電量を 80% まで 90% までというふうに指定することができるので、100% 使い切らないので、バッテリーの、負荷を和らげることができます。もちろん 80% にしたら 80% しか使えないので、スタミナ性能は短くなるんですけども、通勤時だけでそんなにバッテリー使わないんだけどっていう方は、もう 80% にしておいて、それで通勤にだけ使っておいて、で旅行に行くとか長距離の移動がある、長時間の使用があるんだっていう時は 100% 充電に切り替えて使うというような使い方ができるかと思います。すると、モバイル充電といたわり充電というように対応しています。今までみたいに USB ケーブルを接続しなくても、充電台にピョって乗っけるだけで充電ができたり、もしくはお裾分け充電というのは、片っぽ電力を出す側の方を設定開始して、お裾分け充電というふうにしておいて、その上に、WF1000XM4 とか対応するワイヤレスイヤホンを載せると、それで充電ができたり、もしくはスマートフォンをよいしょ、こうやって2台重ねてあげると、それで、充電をしてくれたりと、お友達が、ああ、もうあとバッテリー 6% しかないとかっていう時に、緊急事態だねっていうふうに言って、こうやって分けてあげることができるような機能が、お互いにワイヤレス充電に対応していればですけども、いうことができます。電力効率を 40% 改善で、カメラの動作時において消費電力が 20% 改善していますということなんですが、カメラ動作時において消費電力 20% ってどうやって改善するんだろうなと思ったらですね、スタンバイ状態、まだフォーカスを合わせる前の状態のところでも、ずっと今まで瞳を追ってそこにフォーカスさせてたんですけども、それを控えるようにしたりとかいうことで、そういうことの積み重ねで消費電力を少なくしているそうです。プレイフォーカスをもうやめてるような形みたいですね。そして、デザインなんですけども、プロアイにあったこの側面の、ギザギザ、このスリットをですね、ワンマーク5でも採用しています。そして、これも僕お客さんから聞くまで分かんなかったんですけども、両面ともエクスペリアってガラスだったんですね。フロスト加工になってるので、これ樹脂とかそういうものなのかなと思ったら、そうではなくて、ガラスに、こうしたフロストカラーを着色しているそうで、これ落っこどすと背面でもやっぱ割れるんだそうです。なので、両面にですね、実はゴリラガラスというのを採用しているんですけども、それを、脂肪加工した背面の、デザインにしています。ゴリラガラスもですね、また進化して、ワンマーク4の時はゴリラガラスビクタス
だったものが今回ビクタス2となっています。背面の方は脂肪加工する関係で、ビクタス2をちょっと使うことができなかったそうで、液晶のこちらの有機 EL ですね、液晶じゃなくて有機 EL のディスプレイ画面の方だけビクタス2を使っていて、背面の方は、ビクタス1を使っているそうです。そして、ボディカラーは、これは SIM フリーモデルの、色になりますけども、ブラックとプラチナシルバーとカーキグリーン、この3色展開で販売されます。今回は、まあ、まだマーク、ワンマーク5の実機が手元にないので、十分なちょっと資料がないんですが、まあ、ワンマーク4とプロアイとの、カタログ上のスペックの比較を中心に、モデルを紹介しました。実機の方に関してはですね、来週火曜日ですね、Xperia ラウンジユーザー限定ということで、ソニーシティ大崎で Xperia の新商品特別ご招待会というのが開催されます。もうすでに応募はちょっと締め切ってしまっているんですけども、こちらに当選された方が、夜7時からのイベントで実機を触られるので、そういった方々の、レポートが、これから続々とタイムラインに上がってくるかなと思います。そこでいろんな画像が出てくると思うので、先ほどのモニター機能とかですね、私もまだちょっと見てないんですけども、どうなってるのかなというのを、ここで見れるかなと思って興味を持っております。そして、6月1日以降はですね、ソニーストア店舗さんにて、特別イベントとして、Xperia のタッチ&トライをされる予定になっています。まだ常設展示にはなってなくて、常設展示用の機種っていうのはまだソニーモバイルさんから出てないんでしょうね。それなので特別イベントという扱いで1日から18日までイベントが開催されます。なのでもしかするとこの6月18日もう6月中旬過ぎているので、キャリア版の販売がこの頃にはもうある可能性があるので、このあたりから、実機展示というのが、キャリアさんや量販店とかで始まるかもしれません。さあ、そういうことで、まだ実機を触る前ではありますけども、23日の朝10時から、ソニーストアさんで、SIM フリーモデルの先行予約販売がスタートします。この時におそらく、購入特典とかも、発表になると思うので、ぜひご検討になってみてください。で、その前にですね、今、ソニーストアさんの方では4月から6月分の、ラッキー抽選会というのをやっています。店頭に来られるお客さん見ていると、あんまりこれ浸透していないのかどうなのか、このラッキー抽選会のクーポンをお持ちでない方っていうのが割といらっしゃるので、今のうちに、ソニーストアの店舗を、ソニーストアさんのサイトをちょっとオンラインでチェックして、このラッキー抽選会、調整してみてください。10万円の、ものを購入するとおそらく、普通だったら5000円使えるクーポンが、多くの方に当たると思います。うまく運が良ければ1万円のクーポンがもらえるんじゃないかなと思います。クーポンその場で当たったその場で使えるんではなくて、翌日のお昼以降にならないと使えないという仕組みになっているので、ちょっとタイムラグがあるんですね。なので、23日の前、だから20日まで、今度の日曜日までに、抽選をされておくといいんじゃないかなと思います。で、当店でも、いろいろキャンペーンをやっておりますので、こちらでもご紹介しています。ぜひ今週末当店の方、店頭の方にも遊びにお越しください。以上、 Xperia 1 Mark 5 の、ご案内でございました。店頭の方でもお待ちしております。また、続報の方は、実機当店でも取材ができ次第お伝えしたいと思います。またお付き合いください。